く名画のドラマ、サンドロ・ボッティチェリ、ヴィーナスの誕生。15世紀イタリアを中心に花開いた芸術運動、ルネサンス。意味はフランス語で再生、復興。古代ギリシャ、ローマ文化の再生が主なテーマでした。ルネサンス美術の大きな特徴は、写実的、肉感的な人体表現と油彩画の普及による立体感。ボッティチェリの名画「ヴィーナスの誕生」は、そんなルネサンス美術の代表的作品です。ヴィーナスはギリシャ神話における愛と美の女神。誕生のきっかけとなったのは、天空の神ウラノスの去勢。ある時、ウラノスは母親であり妻だった女神ガイアの怒りを買い、彼の息子クロノスによって鎌で弾痕を切り落とされてしまいました。それが海に落ち、集まった泡から生まれたのがヴィーナスでした。ヴィーナスはホタテ貝に乗り、絵の左側に描かれた風の神ゼフィロスの力によって岸辺に運ばれました。ゼフィロスに抱かれているのは彼の妻で花の女神フローラ。フローラはヴィーナスの象徴であるバラの花を咲かせ、彼女を祝福しています。そして絵の右側で恥じらうヴィーナスに駆け寄り、ガウンを着せようとしているのが季節の女神ホラ。この後ヴィーナスはホラに導かれ、オリュンポス十二神の一柱となるのです。余談ですが、ご紹介した作者の名前ボッティチェリ、これは本名ではありません。本当の名前はアレッサンドロ・ディ・マリアーノ・フィリペーピ。ボッティチェリはあだ名で、意味はイタリア語で小さな樽。彼には樽のように太った兄がいて、その弟ということでこう呼ばれていたそうです。